からさ、なんかちょっとすごいことになってるけど、もういっか。じゃあここでね、いつも配信してるじゃないですか。でも今日ちょっと椅子座って、なんか台っていうか、なんだっけこれ、なんかいつも使ってるやつなんですけど、ちょっと壊れかけてるけど、はい。じゃあ買ったっていうか、もらいただいたんですけど、それを使ってるんですが、そう、なんかちょっと今日光の加減すごいんですけど、許してください。で、前髪めっちゃ綺麗じゃない？今日めっちゃ綺麗にできました。そう、なんかさ、声がさちょっと前まではすごいいい感じだったんだけど、なんかご飯食べたらこんな風になっちゃった上目遣いになってる。嘘、多分こんくらいが普通なんですよ。で、ちょっとこうなってるからかな。なんか声なんかすごいハスキー。お水とか持ってくればよかった。皆さん今日は何したんですか？私は今日は蚊に刺されました。ここめっちゃ痒い、ここめっちゃ痒くてさっきから叩かれてるそう、お水持ってくればよかった。なんかすごい声だねうん、仕事お疲れ様です。でも今日月曜日、何曜日、水曜日かふん絶賛仕事ですかね皆さん。散髪いいな。私も髪の毛伸びてきたんですよ。そう、結構伸びてきたから切りたいけど、だけどこの長さが一番しっくりくるかも恵子君がインスタライブして、あ、なんかさっきあれ、なんだっけ、ツイッター、なんかかわいいかわいいって言ってみたいな、あ、さっき恵子君と喋ったんですよ。喋ったっていうか直接じゃなくて、私の一個前に虹ライブ撮っててリモートだったんで、リモートでなんか恵子君待ってたらしくて、私をかわいいもうちょっとなんか短い方がいいかな、髪の毛どうなんだろう。でもアレンジできないし、まあいっか。なんかちょっと空いたんですよ、ツアーの最終日っていうか、名古屋のツアーの前に。そう、空いたんだけど、おもちゃんもライブしてた。あ、そうなんだ。やばい、めっちゃかゆいんだけど、蚊に刺されて。そう、でもなんかなんていうの、ロングだとこうくるくる巻いたりとかできるから好きだったんですけど、でもこの長さがちょっと好きですね、個人的には。なんか声全然違うんだけど、やだなんでこんな違うの、さっきまでめっちゃいい感じだったのに。でも今ぐらいがいいんですよね。でも前髪もなんかいい感じに吸いたというか、なんか自動的になんかなくなったんですけど多分なんか伸ばしてここら辺のね、こういう毛をこう横にこうしたからか知らんけど、なんか前髪薄くなりましたねなんでこんな声なんだろう、ちょっとやばいよね今日声やだ。まあいいや、みんなちょっとまあ許してくださいでも時々なるんですよね、多分そのコロナが終わってというか、なんていうの、コロナ感知はしてるけどついさっきまでも、今日全然喋ってないんですよ、さっきラジオ撮ったぐらい。でもラジオ撮った時は全然綺麗だったっていうか、何ていうの、出しやすかったから。まあ新しい声ということで、次会う時は普通の声だと思うので、はい
後遺症ではないと思うけど、何なんだろうねこれ、私もよく分かんない。でもまだ味はね、完全わかん、完全になんか分かりますって感じじゃないし、なんか今日すっごい目がなんかピンクくないですか。全然そんなアイシャドウ塗ってないのに、まあいっか。まあ今日はこんな感じです。でも私ももう高校3年、だってもう9月ですよ皆さん、秋やばくないですか。秋ですよ、秋ってもう秋だよ、やばいよね、早すぎ。もう私だって18歳になっちゃうし、18歳、やばい。こんばんは、こんばんは。すごい、なんか私のランキングスカスカなんだけど。1位不在だし、3位もいないし、54もいないで、67はいて、8もいないし、11もいないね。みんなどこ行ったの。なんでこんないないの、全然いない。え、待って、すごいスッカスカなんだけど。え、あーてか私生誕 T シャツのことツイッターに書いてないや。昨日もさ、なんかオフショットあげようと思ってさ、そのまま寝ちゃったんですよ、ごめんなさい。で起きたらなんか12時とかで、あげれなかった、すいません。全然いないんだよ。スマホを回転させてみよう。でもちょっとめんどくさいからいいや、後でやりますね。なんかこのこれをさせっとするのいいか、やろ。お、いた、あ、見えた見えた。やばくない、だって私18ってやばいなと思って、みんな出てきた、よかったです。18歳って何ができる、もう運転免許取れるし、生誕って予約したよ、だってありがとうございます。あれ全部自分で考えました、イエーイ。髪の毛抜けたのあったらちょうだい、どういうこと。すごい質問だ。免許は取りますか。免許は取りたいんですけど、まだ取らないと思いますね。はい、18歳は結婚できる。いやでも結婚私もうできるんですよ、16歳から。だから結婚できます、もう結婚できるんですよ。すごくない、結婚できるってすごいよね。16歳から結婚する人あんまいないと思うけど、また会いに行っていい、待ってます。またあのあれあれ現地でトーク会、そうそう、またやるってなったらぜひ。11月とか誕生日前とかにもありますよね確か。16歳は親の、うーん、そうなんだ。進路あるの？進路はいい、そうですね、まだ皆さんには言いません。勉強は年取って取ると時間がかかる、あ、そうなの？早めに取っといた方がいいんだね。でもやめろとかさ、免許取ってるからね、それもすごい。免許取って須田さんを助手席に乗せよう。いや無理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 、もうだって須田さんの命を預かったようなもんですよ。無理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 、そんなの私もガチガチでもこう、もう事故起こしちゃうよ、ダメだよ。無理だよ、一人かなの、うん、すごいなんかみんな笑ってるんだけど、すごい、あ、無理無理だ。その笑いね、
自転車乗れる、自転車乗れますよ、自転車乗れる。リアクションが面白かったからドライブどこまで、私全然行くと思うな、自分一人で本当に安全運転でもう行けるとこまで行っちゃうと思うなんか音楽かけて爆音でかけて、そんなのバーバーバーみたいなやつじゃなくて普通にかけて、いいね、いいな、大人の大人って感じするね、すごい。まあでも18歳ってもう大人ですもんね、四捨五入したらもう、私でも四捨五入したら二十歳だから18歳なんてもう四捨五入、四捨五入どころじゃない、もう二十歳ですよ。大人だね。だって18歳って18回1年間を過ごしてるんですよ。そう考えるとすごいよね。でも少ないようにも感じるけど、まだまだこれからですね。私多分ちょっと眠たいんですよ今多分このままお風呂入ってで歯磨きとかしても寝るだけですね、はい最近でも結構いい、なんていうの、ちゃんと時間に寝てみたいな感じなので、それをもうだって今の時間に眠たいって最高じゃないだってご飯食べて1時間前とかに食べたんですよ。でそのちょっと前ぐらいにラジオして、で今ショールームして、でここからお風呂に入って歯磨いて寝る、最高でも私いつもモバイルメール送るの遅すぎて、あれ10時までなんですよ、高校生以下は送る時間が、そうだから10時までだから、私いつも10時ちょい前ぐらいに送る、い急いで、あやばい時間がってなんで送るそうだからいつも遅いよね、さっき送ったけど、そうみんな11時じゃないんですよね、そう10時までなの、ギリギリ、そうだから11時以降はメールが来ないと思ってください それでほののも言うかとも同じ時間に来るのかほのも遅そう、最近気づいたのは、そのなんていうの、コロナの隔離期間にメイクしてて気づいたのが、メイク勉強してて気づいたのが、私ってアイラインを長めに引くと、なんていうの、切れ長みたいに見えちゃうんですよ目が。でなんかその長めに引くとね、ちょっとアイライン目の前にある。なんか。アイラインって長めに引いたら引くほど目が大きく見えるんですけど、私は逆でなんか引いたらすごいなんか目がきつく見えちゃうんですよ、顔に合ってない目になっちゃう。で私こことここの幅がなんか割と広いんですよ、からここになんか描くといいって言うけど、私それちょっと嫌だから、だからもうこっちで、ここがすごいメイクの話になるんですけど、いきなりそれ研究結果ね私の顔の分析結果、ここが
長い分こっちをもう一回こう引いちゃうとまた外になっちゃうから、目が外っぽく見えちゃうから、ここがないんですよ。だからここ引いちゃうと、なんていうの、離れ目みたいに、もう離れ目なんですけど、離れ目を抑えるためには絶対引かない方がいいなと思って、そうだから最近気づきました。最近っていうかちょっと前に気づいてたんだけど、いや、やっぱ長く引いちゃいたいよね。だってこんなにさ かけるとこがあるのに書かない。もう私この後メイク落とすだけなんで書いてみますね。ここのね、すみません、ごめんなさい、なんか目ちょっとあれな人ちょっとあるかもしれないけど、あれしか言ってない。こう長く、もうそんな変わんないんですけど、ここをこう長く引いちゃうと、ほら、なんか切れ長っぽくなっちゃいません？それがすごい嫌で、そう。で、なんか、そう、これがすごい嫌なの。そう。で、私はいつも引いてたんですけど、なんか引くと、なんか変なことに最近気づいたので、こうやってもなくしてます。アイラインはもう全然、そう、強くなるの、キリってなるから、それはすごい嫌で、キリ顔じゃないから。そうだから本物とかはすごい似合うんですよ。でも鼻も高いし、すごい綺麗な顔してるから、綺麗な顔してる人はこうピッてやった方が似合うんですけど、私は引かない方がいいなっていうことを気づきました。そう、最近気づいたの。うん、あとは私は顔の余白が多いので、もう見るからに多いじゃないですか。なんかここ余白だし、ここもまあ余白だし、余白のみたいなもんだし、でここも長いし、ここもだから、自分の顔コンプレックスがあるからこそ、こうこの期間に向き合って。そうやった結果、今日のメイクです。今日はまあ上出来。だからなんか、でもちょっと鼻、いやそんなことないわ。なんか自分の顔、なんかやっぱ憧れの顔ってあるじゃないですか、誰しも。こういう顔になりたいとかで、でもまあそれになれるわけないから、だったらもう自分の顔をどれだけ可愛く見せれるかを研究しました。でもね、難しいね、メイクって。うまいわけじゃないからさ。あとなんかすごいノーズシャドウ入れたりとかもしたんだけど、なんかね、やっぱね、不自然なんだよね。やっぱこういう顔だから、あの多分濃いメイクが全然似合わないんですよ。濃いとなんかケバいにしかならなくて、そう、鼻高くなってないです。なんか別にもうこれもやってないし。浴衣の顔になりたい人いないよ、絶対いないよ。まあでもね、そう言ってくれるのもありがとうございます。なりたい人いっぱいいると思うよって書いてくれてる。でもどうなんでしょうね、ファンの方はどっちが好きなの、ナチュラルなメイクが好きなのか、ちょっとなんか濃いめの決めてます、なんていうの、アイドル仕様メイクみたいな。でも自分ちょっと目標の体重があって、それになれるように、でも近づいてるので、だんだんちょっと自分のね、ナチュラルだって、うーん、みんなナチュラルじゃん、え、でもなんか多分自分はナチュラルメイクが似合う顔だ、似合うっていうか、なんていうの、あ、合う合う合わないあるじゃないですか。なんかメイクをしたら映える顔と、なんていうの、しなくても、なんていうの、元が綺麗な人ってメイクしたら元映えるし、でも多分自分はめっちゃメイクもわーってしちゃうと、なんかケバいって思われるから、でも髪型とかも本当はなんていうの、
こうウェーブしたりとか。でもね難しいんですよね。だから苦手だからちょっと髪型ちょっとどうしても苦手ですね。だから仲良いメイクさんに聞くしかない。髪綺麗だねって言ってくれる。今日道吉さんにも言われました。ズームでやってたんですけど打ち合わせ見て、え確かに綺麗だねって自分で言うのもあれだけど、確かになんか、まあでも一回も染めたことないしアイロンもしないんですよ普段、まあ、今日はしたけど、だからまあ綺麗ですよね。これは自分の好きなところ、なんかネガティブネガティブになっちゃう子って絶対いると思うんですよ私みたいに。でもなんか結構ねコロナ期間、コロナになった時はすっごいなんかもう気持ちがすごい沈んでたんですよずっと。でもなんかちょっと沈んでたし誰もなんていうの話、なんていうの話す人もいないし、でまあ状態もさ よくないから本当に気持ちが沈んでて、なんか寝てしかなかったし、そう。でもその時になんか自分のこのままだったら多分すごい性格暗くなっちゃうなって思って、でなんかノート日記書いたりとかいろんなこと試してみました。だって2週間休ませてもらったんですけど、その2週間って結構長いじゃないですか。だからなんか無駄な時間をさ作らない方が、2週間って結構なんかいろいろできると思うからいろいろやってみました。だからいい期間でもあったのかなと思います。いいって言ったらあれだけど、私は全然高い熱は全然出なかったです。肩不足だったですよね、ですよねとか自分で言うのもあれですけど、いやでも私のことを応援してくれる方は出る方はちょっとすごい不足してるかなって思ってたけど、でもこうしてねみんなの前でこうショールームしたりとか前はね、でき大型はかかりづらいとかいうニュースがあったの。私大型ではもう大型だったって過去形みたいに言ってたけど大型なんだけど、あれかかりました、かかってしまいました。でも本当にいろんな方にこう支えてもらいましたね。だってインスタのそのダイレクトメッセージとかツイッターの、あなんかこの間さいいねしたんですけど書いてくれてる方、ハッシュタグみたいなのも作ってくれてましたよね。みんなでなんか写真貼ってみたいな、すごい嬉しかったです。全然でもツイッターとかも全然見てなかったから知らなかったから嬉しかった。ありがとうございます。そう可愛い浴衣を貼る選手権なんかなんとか選手権なんか時々開催されますよね。トヨスタ見に行った、あトヨスタそうあの日楽しかったです。オノのお母さんが来てくださっててで写真撮ってくれて優しかった。本当にファンの方もねこんな中だけど遊びに来てくれて、まあ堺の試合もね無事勝利して、このままとめっちゃ交流深くてほののママがもう本当にもうなんていうのフレンドリーすぎて
めっちゃ優しいんですよ。なんかもう我が子のように接してくれて、その私もママの家が第二の故郷なんですけどそう、ファンの方もなんか撮ってくれてね、たくさんいるんだ。そんなイメージって書いてある。そう、ゆかたんどうしたの？どうもしてないよ。まあでもなんかもういたの気づいてるからてかいるの知ってたから前から言ってたし、そうびっくりだよね、優しい。ライブ終わって帰ったら電車から雷になってた。いい、すごいね。このままグランパスサポ、 いやわかんないです。炎に聞いたらわかると思う。両耳出してる方が好き。嘘、なんかでも私顔をまあ囲い系はいるけど、なんていうの、ちょっとこう出してた方がすっきりして見えるんだよね。撮るけど、まあでも耳とかこう、なんかこういう、いやーなんか違うな、なんかこうこっちが出てるんですよ、すごい嫌で。そうだけどなんかね、私アンケートとかによくチャームポイントは何ですかって書かれるんだけど、チャームポイントなさすぎて、まあでも人よりも出てる耳だけど、でもチャームポイントじゃないですよ正直。全然チャームポイントじゃない、好きじゃないから。そう、でもなんかこっちなんかこういう子いますよね、こういうここ出てる子みたいな、私はしないけどこういう子いますよね。そうだからこっちだけこう耳が出てるからなんかすごい輪郭も変だし、だからこっちから撮られるのめっちゃ好きじゃないんですよ、だからいつもこっち。裏情報、チャームだ。チャームってどういう意味？チャームってどういう意味？可愛いみたいな、お気に入りみたいな感じかな。魅力、なるほどね。チャーミングがね、なるほど。魅力ポイントってことか。皆さん逆にじゃあどこだと思いますか？シンメトリーの人は、あ、なかなかいないんだ。私こっちだけ出てるんだよね、すごい嫌だ。目がチャームポイント、目？嘘、目チャームポイントですかこれ。私そんな、やばい、いや否定が入っちゃダメ。ありがとう。目、全部は違うじゃん。全部は違うよ。
笑顔、笑顔、笑顔ってさ、自分ダメだね。ダメだダメだ、ポジティブポジティブ、ありがとう。すごいなんかさ、こう送ってくれるから嬉しいね。自分で気づかなくないですか、自分の好きなとこって。人からこう言ってもらったりとかして初めて気づくものだから、わかんないけど、すごい可愛い人だったら気づくと思うけど。素直に褒め言葉を受け取るように気をつけてるのね。そうです、そう。ゆかだのバカ笑いは最高。いや私でもそんな笑ってます？いやわかんないや、わかんないな。目と顔の輪郭と綺麗な髪と鼻と目線が魅力的です。すごいね、すごい、ありがとう。優しい、みんなありがとう。否定はダメって須田さんの教え、いや自分、そう、まあでもそれもありますね。須田さんにこう褒められた時にいやいやっていつも言っちゃうので、まあそう思ってるんですけど、でもそうするとじゃあ可愛いって言わないって言われるので、でも一生可愛いって言わないって言われるので、うんってなって。やばい、今気持ち悪かった、自分気持ち悪かった、すごい顔してたと思う。プリマステラのドキュメンタリー見てないです。見たいんですよ、そうめっちゃ見たいの。誰か見せて。家、事務所行ったら見れるんですけどね、早く行きたい。須田さんはね優しいね。そうブブカも見てなくて、なんかブブカこうなんていうの、書店で買いに行こうと思ってるんですけど。まだ売ってますか。ブブカもね多分事務所にあるんですよ、事務所に行かなきゃ。アミちゃんといるとお姉さんぶるところ、いやいやいやお姉さんですもん、だってお姉さんですよ。声も顔も不器用なとこも全部、声も顔も不器用なところも全部、声も顔も声、私声、ありがとうございます。ダメだこれ、慣れてないからもう無理だ。自分がジャケットに載ってる CD とかあんまり買わない、買わないですね。いやでもあのいつもあのいただくんですよ、その会社から。そうだから自分で買うっていうのはあんまないかもな。フラストレーションは姉が買ってました。そう基本的に、あ声戻ったね、確かに声戻りました、イエーイ。そう基本的になんかあんまり自分が写ってるものとか恥ずかしくて買わないタイプだから。そう恥ずかしいです、見るのも恥ずかしい。でもプリマステラのミュージックビデオは嬉しさの方が勝ったね、嬉しかったから。本当にありがとうございました。東海に行くといつも優しく迎えてくれるとこが好き、おおありがとうございます。誰でもウェルカム。なんか自分って、自分多分その入ったばっかの時とか自分が可愛いと思ってたしから SK に入りたいって、入りたいっていうか、
まあ、なりアイドルに憧れはあったから、だから、まあ、自ら応募したわけじゃないけど、そうなんかなったからには私は可愛いしっていう感じだったんですけど、これ本当ね、そうだったけど、まあでもなんかなんていうの、だんだんもう自信も落ちてったりとかもしたから、だからなんかこう褒められるっていうのはすごい嬉しいですね。そうだからなんかこうミュージックビデオとか出た時とかも自分が可愛いと思っ、なんていうの、思ってたら多分 たくさん見ると思うけど、そういうつもりで SK に入ったあれじゃないし、アイドルになりたくて入ったっていう感じだから、でもアイドルになってる自分を見るのはちょっと恥ずかしいんですよそう、でも優しいですね、本当にファンの人は本当に、ね、優しい、なんか優しいだってこう握手会こうさ、トーク会とか、ま、前握手会だったけどとかして毎回来てくれる方もいたりとか、初めてさ緊張し、こんなのに緊張して来てくれる方もいるわけじゃん。それがすごい、あのこの多分そのちょっと前まではなんだろう、それがまあなんていうんだろう、来てくれる方を目の前にしてこう対応してたっていう感じだけど、今、まあ、そういうことが最近ないじゃないですか、全然。だから改めて考えるとすごいことだなって、そうこの年になって改めて分かりますね。みんな本当にありがとうございますなんか言っても毎回毎回緊張してますまず緊張、でも自分が須田さんを目の前にしたらって考えて、うわすごい、なんか何これ、何これ、すごいね、なんか一瞬すごいことが起きましただって私が一瞬こう下向いてこっち見たらなんかすごい踊ってた、すごいね、踊ってたミラーボールか、ありがとうございます。ミラーボール何かし、わからないけどすごいね。でもなんかちょっとあったじゃないですか、めっちゃ会えてた時間期間があって、2年前ぐらいかその会えてた期間があって、で一回なんか何にもなかった期間だったんですよ。その期間に全然ファンの方に会えなくて、でめっちゃ会えてたのにいきなり会えなくなったから、すごいなんかやっぱより寂しさが上がってたけど、今はなんかもうずっと会えてないから、なんだろう、寂しいとかじゃないですよね、もう会いたいしかない感じじゃないですか。話したいね、そう久しぶりに皆さんの顔を見たいです。なんかでも会うってさ、すごいさ、いい なんていうのいいことっていうか、会うってさ、なんて言えばいいの、会う以上のことないじゃないですか。なんかそうこうやってさショールームでこう話すこととかはまあいつでもできるけど、会うってなんか特別じゃないですか、一つ上の段階みたいな、わかります、会わなきゃわからないこともあるし、そうそう、あよかったな、メール来たよかった。そうなんか同じね、そう空間にいる、うん、そうね。でもなんかもう、あだから握手会とかは本当にもうこう触れてたから、そのなんていうの、
すごい気持ち悪いけど、なんか温度とかも確認できるわけじゃん相手の。すごい手が冷たい人もいれば、すっごい暖かい人もいるし、それがすごい大事ですね。早くそういうこういう、だって絶対戻ってきてくれるファンの方もいるもん多分この期間にちょっとなんだろう、他のメンバーにね行っちゃったこともねきっといると思うんですけど、きっと多分帰ってくれると思う。そう、今となったらすごい時代だったなんか、まあ、それが当たり前なんだけど、なんかそれが当たり前じゃないっていうこの期間がすごい嫌ですよね。肩の手は小さかった記憶。嘘、私めっちゃ大きくないですか？手大きいよ、ほら。もう私の顔が分かんないままだって、うん、こんな感じまったかなと思った。そう、私ずっとこうやって静止画だったからフリーズしてたかも。なんか流行りましたよね、ズームでフリーズみたいなみたいなやつ流行ったよね。早く皆さんに会いたいですという配信でしたみんな見てくれてありがとう。また会えることを願って最後の曲聴いてください未来が目にしみるやばい、また会えることをってなるともうそこまで行ったらもうそういうことなんだよね。未来が目にしみる、踊りたいな。てか本当にフェスティバル公演にね出たいんですよ早く。じゃあ安静にしてます。いいな。公演でも公演も今やってないからね。またやるかもしれないけど、また出れますように。誕生日も近いし、まだだけど。またね。また、今すごい止まったからさ、画面が。あ、切れたわって思って、こうなっちゃったけど。で、またねとか言っと、言っちゃったけど。また皆さん見に来てくれてありがとうございました。じゃあ私はこのままメイク落としてお風呂に入って寝ます。バイバーイ、またね、バイバーイ。あ、スクショタイム、どうしよう、まだ間に合います。すごいギリギリに気づいちゃった。何これ、何がいいかな。イエーイ、バイバーイありがとうございました。